どうもセリカスイミングのセリカです。今日の動画は今年の私がなんか頑張ったこととか、なんか来年やりたいことっていうのを話していくので、全く水泳は関係ないです。なので私に興味ない方はもう、はい、ここでやめた方がいいです。来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで見ていますでしょうか、誰か。はい、今年頑張ったこと、もうちょっとやりたかったなっていうことを今日は話していくんですけど、とりあえず頑張ったことから。まず私が一番に頑張ったなって思うのがメンバーシップの運営です。はい、これ結構なんかうまくいくかなとか、人集まるかなって思ってたんですけど、思ってた以上に集まって、でしかもみんな結構楽しく使ってくれてる。特にグループトークですね、ディスコードでのグループトークを使ってくれているので、もうそれは本当になんか嬉しいことでした。ほとんど私あんまりコメントしないんですよ、まあ、あんまりでもないんですけど、そんなにみんなよりはなんか話には入ってないんですね。どちらかというと俯瞰して見てる感じのポジションなんですけど、でもみんなが思ってる以上に、まあ、今日はこういう練習しましたとか、別に水泳関係ないこと、なんか性格診断とかもしてましたよね。だからそういう風に、なんだろう、なんか大人のツイッターみたいな、水泳版ツイッターみたいな感じで使ってくれてて、あ、これはなんか良かったなって、解説して良かったなって思ったことでした。はい、まずはメンバーシップですね。本当にご登録いただいてる方ありがとうございます。で、まあ、2つ目はなんだろうな2つ目はでも TikTok もちょっとね、ちょっとバズったんですよ。そうで、去年の今頃 TikTok 1000人行きたいなって目標立ててたんですけど、1000人はもう余裕で行って、今は3000以上いるので、それもなんか頑張ったなと思いました。まあ時々ね、なんかめんどくせえなって思う瞬間もあったんですけど、でもなんだかんだ言ってちょっとのバズりがあるおかげで3000行くことができたので、まあこれも頑張ったかなと思います。あとはイベントですね、私が主催のイベント。このイベント自体もちょうど1万人記念ぐらいの時からスタートしたんですよ。そこからやっと私がプールを借りるっていう技術を手に入れて、で人を集めて私が主催で開催するようになったんですけど、まあ、それもなんとか月1以上はできたんかな、ない月もあったのかな、忘れたんですけど、多分大体やってるんですよ、月1以上はやってまして、でそれも、まあ、最初の方は少なかったりしたのかな、でもなんだかんだその撮影会とかはもう10人以上は集まるようになったので、まあ、それは今年頑張ったかな、1年ぐらいで頑張れたことにしてはなんかすごいなと思いました。まあ、この3つぐらいが頑張れたことですね。はい、で、まあ、もうちょっとやりたかったことなんですけど、一番大きいのは関西レッスンでした。今年1回行きたいなって思ってたんですけど、まあ、なかなか行けず終わってしまったので、まあ、来年は目標は月1で関西に行きたいと思っています。まあ、関西の有名なプールあったら教えてください。どうしてもね、わからないので、関東で言うとまあ結構あるんですよ、千葉とか東京も結構プールありますし、神奈川だったら横国っていう感じで代表的なプールあるんですけど、ちょっとその関西バージョンがどうしてもわからないので、ぜひいい情報ある方は関西でいう横国が、関西でいう横国がありましたら教えてくださいかな。あとはそうだな、サブチャンネルもちょっとやりたいなと
思います。なんか結構ちょろちょろってやって終わって、なんか今なんだかんだ登録者が160人ぐらいいるのかな、確か。何にもやってないんですけど、最初ちょっとゲーム実況的なこととかやった以降何もやってないんですけど、まあ来年はサブチャンネルでなんかちょっと暇がてらみたいな、私の趣味がてら短い動画でも作っていけたらなと思います。まあ水泳はね全然関係なく動画を作っていきたいですねって感じですかね。あとは何かありますでしょうか知るかって感じですけど、私自身は結構この1年で大きく環境は変わりました。環境が変わったっていうか、もう完全フリーになったんですよね。もうその前までは結構雇われでやってたことの方が多かったんですけど、今年はもうそれを私はやめたいなってずっと思ってたので、完全フリーになりたいなと思ってたので、それが叶った1年ではありました。まあ、ちょっと不安はねあったんですけど、まあ、なんだかんだやっていけるわみたいな、結構先を見ない性格なのでなんだかんだいけるだろうっていう精神でやっていって、まあ、とりあえずこの1年持ったから今後も大丈夫だろうみたいな精神でやってます。はい、そんな感じです。なんか来年も代表作とか出せたらいいなと思います。子羊とかね、神々みたいな感じの動画出せたらいいなと思いますので、頑張ります。これからも応援してくれると嬉しいです。それではまた来年新しい目標を立ててお会いしましょう。セリカスイミングのセリカでした。バイバーイ。